ああ、これでようやく出発できそうだな。できればもう少し魔法を教えておきたかったが、教えた呪文は練習していたかね？もちろんです。おお、お下がりの杖にこれほど早くなれるとは夢にも思わなかった。自分の杖を持つのが楽しみだな。ありがとうございます。入学前から手ほどきしていただいて。お、エリエザー。ジョージ、ずいぶん分かりにくい説明だったと思うが、よく見つけられたな。どうってことない、姿現しで一瞬だ。とはいえ1回目は目算を間違えたらしくてな。ウエストエンドの劇場に通う人々を怖がらせたかも。久しぶりだな。袋が届いた時私は。エリエザー、場所を変えて話さないか。そうだな、ホグワーツに向かいながら話そう。これから新学期の宴会と組分けの儀式があるんだ。いい考えだ。君の連れさえよければぜひご一緒したい。問題ないです。乗りたまえ。ホグワーツは久しぶりだ。懐かしき岩のお城は今どうなっているかな。やっていこうと思います。うわー、魔法の世界だ。やってきた、ついに。いや、ハリーポッターシリーズはね、もう映画、まあ、原作は全部読んだわけじゃないんだけど、まあ、映画とかはね、もう何回も見てるんで、めちゃくちゃ楽しみですね、これは。どうも、ピグ先生に。ジョージさん。ところでこの若者は誰だい。どうも、初めまして、フラメンコと申します。新入生。はい、5年生ですね。新入生。はい、転入生です。5年生から途中入学です。はい、ちなみに驚いたな。デスイーター目指してます。いかにもこんなに遅れてホグワーツに入るなど聞いたことがない。はい、私もだよ。無論他の5年生はすでに4年間魔法を学んでいる。校長から新入生がついていけるよう入学前に個別指導を頼まれてな。君は最高の指導者に出会えたな。私、フィグ先生は優れた教師であるだけでなく、直感に恵まれた類まれなる魔法使いなんだ。全く魔法使えなかったの？それまで。お世辞が上手でね。魔法省で出世できたのはそのおかげかもしれないな。随分おしゃべりなおじいちゃんだな、この幸。こいつを読んだか。魔法省の役人さんなのか、ジョージさんは。あらあらあら、乱禄の反乱。ああ、彼の脅威をどう見るかは意見の分かれるところだ。すげえ、ちゃんと新聞が動いてるよ。省の仲間はなかなか信じてくれないんだ。なんか私は奴を大いなる脅威だと思っている。それに君の奥さんなんだ。不穏では。この件を私に警告してきたのはな、ミリアム。ピグ先生、どうやっての奥さん。亡くなる前に手紙をくれてね。あ、お亡くなりになったのか。魔法省が乱禄をマークしているか気にしていた。乱禄。返事を書く前にこれが届いた。連絡はそれが最後だよ、エリエザー。届いた時には手紙の類はなかった。それは何だ。急いで送ったんだろうな。何か入ってんのか、入れ物かな。乱禄の何かの開けられないんだ。おう、どうやら強い魔法がかかっているらしい。これはもう金属か。このシンボル、夫だったら開けられるんじゃないん。光など見えんわ。あれ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 、フラメンコくん。私もだ。なんか異能を持ってる、フラメンコくん。やばい、聞こえる、声が聞こえる。やべえ。お、あ、開いちゃった。あららららら、開いちゃった。どうやって。あれ、何。あれ、あ、え、ジョージ、ジョージ、あー、ジョージ、どこ行った、ジョージ。あー、
あ、ちょっと大丈夫。あ、え、あ、あーあー助かるわ、気持ち。あー、見ちゃった。そらそんな声もなりますわ。え、急いで。おお。ミッションで結構これ。頑張れ頑張れ。なにこの。いきなり？ゼアとたまらすぎない？あれか。そのゴブリンのこの入れ物。これ狙われてんのか。やばい鍵が。絶対なくすなよお前。あぶねえ、ギリギリ耐えたか。おお、ぶねえ。大丈夫かね。うわあ。怪我か。いいね。あ、やばい、もう HP が。ちょっとだけ。いやいや、ちょっとじゃないって。これHP。ミリやって。ウィゲンウェルド薬だ。ウィゲンウェルド薬。すぐ治る。ほうほうほう、どうも。あ、十字式に仕立て回復。ウィゲンウェルド薬ありがとうございます。4つもくれた。早速いただくか。うわ、回復力すご。とんでもな。ジョージが、まさかあんな。ジョージ助からんかったな、感じ、今の感じだと。どういうことなんだ。飛んでいる場所を襲うだなんて。普通のドラゴンならそんな。まあ明らかに誰かの先生命令が下ってるよな。わからんが。周りを見ます。君が見つけたのはポートキーらしい。ポートキー、はい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 。触ると他の場所に瞬間移動する道具だ、ね。うん、瞬間移動できるやつだ。あのあれだよね、原作だと長靴とかだよね。動けそうです、うん、少し見て回りませんか。動けそうです。フラメンコか、足細っ。だが離れる、折れちゃうよ。誰が作ったポートキーかわからん。了解です。注意を。行きましょうか、フィグ先生。じゃあ、というわけでどうもこんばんは、フラメンコです。いやー、ついに降り立ったな。魔法ワールド、早速反対側に行くか。特にダッシュとかできないな。うん、なんか杖構えれる。ピッピッ。え、魔法使えるんですか僕。何度夢見てきたことか。でも残念ながら僕にはね、10歳の時に来なかったんすよ、ホグワーツから。何もごめんね、待たせて。どうも。というわけで、まあ表ではね、善良な魔法使いを演じつつ、おお、どこだここ。一体ここはどこなんでしょうね。まあ心ではね、デスイーターを目指したいなと思っているフラメンコですね。このハリーポッターの世界をこんな感じで冒険してもらいます。こんなことになるとは夢にも思わなかった。あの遺跡ってあの崖の上の。たのには理由があるはずだ、うん、ミリアムもジョージもこの鍵に隠された秘密のために命を落とすことになった。まあ、君にまだ元気があって、わがままゴブリンの悪に名前忘れちゃったけど、少し調べさせ、いや行きましょう、フィグ先生、それは行きましょう。ひとまず道を探そう。道ですね。あるいは道の名残を。大丈夫かなフィグ先生、俺魔法一個もつけないんだけど。大丈夫かしら。クエスト開始、ホグワーツへの道。気をつけたまえ。フィグ先生についていく。あー、いいね、場所が分からなくなってるんだ一応。あ、はい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 、ホグワーツの道っていう今のクエストが出るようになってるんだろうけど、ちょっとこれ BGM でかすぎないか。よっしゃ、若干ね音量うん小さめにしてきましたと。あと何かあったら音量ばっかりたりするかもしれませんね。さあ行こうぜフィグ先生。あ、走れんだ結構。警戒じゃん。一体どこでポートキーを手に入れたんですか。確かに。いい質問だ。ミリアムは。ミリアムさんね。大昔に忘れられた古代魔術の証拠。古代魔術の証拠。ピグ先生はまあ多分魔法の先生なんだろうけど、奥さんもそういう感じの学者さんって感じなのかな。魔術。うん、古代魔術。学者って感じ。一部で使われていた強力な魔法。時の彼方に忘れられたはずの。今作はこれあれなんだよね、映画よりも結構前なんだよね。うん、ハリーポッターの映画よりも。あ、ファンタビよりどれくらいなんだろうな。ファンタビより前なのかな。格好的にはね、なんかもっとうん、だいぶ中世な感じあるけどな。あ、ごめんごめんごめんって、めっちゃそんな目で見んでもいいじゃん。フィグ先生、そんな冷たい目で見なくてもいいじゃない。ホグワーツ城も古代魔術の産物で。あ、そうなんだ。古代魔術の砦となって。はいはいはい。あのポートキーの出所が一体どこかは分からんが、
なるほどね。古代魔術と関係があると考えている。奥さんが知ってるぐらいだから関係あるのか。下に道があるの。こっちだ。了解です。ちなみにこれ飛び降りるたりしない。あーできない。そこまでのオープンマットじゃないか。なんか一応オープンマットらしいけどねこのゲーム。ダメっぽいな。杖をね出すことはできるんだけど出すだけ。くっそー、自分の杖選べると思ったのにな。失われた古代魔術に興味も。学者さんじゃないの？妻は強力な古代魔術が消えた理由を知りたがっていたんだよ。あ、興味関心あったらの。役に立つはずだがな。奥さんなかなかじゃん。魔法は所詮他の力と変わらん。本当に大切なのは誰が用いるかだ。何これ？何これ？氷？ロウ？岩じゃない。ですか？氷ですか？冷たくはないな。ほうほうほう。おそらく何かの魔法だ。ガードしてあるな。この先に行かせないためか。なんか燃やす。杖の練習の成果を見せてもらおう。来ましたね。中心に集中したまえ。中心に集中。R2 で基礎呪文を唱える。お。R2 押してるけど。R2 押してるけど。お。なんだ。お、なんだ？フィク先生、僕魔法使えません。フィク先生どうしたらいいですか？魔法使えないです私。もうちょっと近づく？近づけってこと？近づくじゃない。ああ、え、あ、まるでね、ローリングね、オッケー。オールツー。ああ、オッケーオッケー。なるほどね。超持ちね。はいはいはい。はい、オッケー。なんだ、長押しじゃダメでしたか。なるほどね。結構直感的なんだな。え、何ですか？はい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 、カメラでね使えば新しい対象を選べますよと。あれかな、魔法を打つ相手ってことかな。うん、いや早くな闇の魔術を身につけたいんですけど、どこで見つけられますか先生。フィグ先生、想像以上に荒っぽかったな。ごめんなさい。ほらフィグ、ほら背中が泣きだぜフィグ。ほらフィグ、クソこいつ、杖を使うために上達しているぞ。こいつ余裕が、余裕がすごい。いや惜しい、こいつガード張ってやがる。うわあ、連打もできますか。あ、意外とないんだ。え、すごい、フラメンコ君めちゃくちゃ魔法使い放題じゃん。ないんだ MP とかこの世界。うぃ、早速当たんねえかカモメとかには。くっそー。ちなみにフィグ先生は純潔ですか？あれどこ行った？あ、どこ行った？フィグ先生の上か。あれどこ行った？この上か。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。フィグ先生純潔かな。俺デスイーターになれてからな純潔主義なんだよねフィグ先生。どうしようかな。こんなんあるんだ。ダメだ、ついてっちゃう。フィグ先生にまっすぐ。え、あ、右上のコインか。46コイン手に入れました。なんだあのコイン、どういう単位なんだろうな。ハリーポッターの世界のお金ってユーロ、そんなもん存在しないか。でもコインチョコみたいな見た目だったな。うわー、なんかどちらかというとスターウォーズっぽくないですかこの今の世界観。うん、この感じなんかフォース使ってそう。あ、はいはいはい、すいません。もうすぐだ。ごめんなさいフィグ先生。フィグ先生、くっそ背中がらけなんだけどな。このジジイ威圧感で覇気で俺の魔法弾いてやがる。転ぶんじゃないぞ。いや風強いね、大丈夫ジジイ。レパーロ、レパーロ、おお直してる橋を。うわいいな、俺もレパーロ使いて。え、レパーロってさ、どうだろう、ハーマイオニーがロンのメガネじゃない、ロンじゃなかったわポッターのハリーポッターのメガネ直すのに使ってたりした。いやーちょっと映画見返して、映画見返すまである。あれ、ああ、ホバリングしてんのか、風が強いから。もう少しだぞ。いいな、魔法があれば何でもできるなこの世界。いいな、俺も入れたかった、ホグワーツ心から。さあ着きましたね遺跡に。リク先生、こういうのってなんかコインとか入ったりするのかな。
一応選んでる対象物はああいう感じで、うん、誰が何のために白い枠が出るんだね。ポートキーを使ってまで隠す秘密、何でもいい、怪しいものはないか調べてみる。これ地下とか行けないですか、この下。開けないっすね、開いてないっすね。怪しいものって言ったら、おっと、あ、左下がミニマップですか。はいはいはい、あ、で目標がちゃんとあんだ、分かりやすくていいね、全然迷わないじゃん。え、壁の向こうなんだが調べる。先生、早速何かの壁画ですね。うん、主は名のある占い師か。占い師、面白い。こうしましょうや先生、この壁の向こうにありますよ目的地。ダメか、これはもう無視していいのかな先生のことは。うっそー、ちょっと先生だな、上級魔法使いすぎるな先生が。俺の力じゃまだまだだな、もっと闇の力を使わないと。先生、こちらはこの像、ああ、誰だろう。ここで暮らしていたのだ。あ、自分の像、自己顕示欲すごいじゃん。何この時代に SNS があったら毎日自撮り上げてそうだな。こういうおじちゃんのなんかお茶目なストーリーとかショートとか人気出そう。いやー、海と空が綺麗だね。さて、まあ目標がありますからさっさと行きましょうか。特にでもさっきみたいにあったりするのかな。またいいの結晶か。おお、一体何を塞いでるんだ結晶。ああ、あれか、この鍵が入ってたケースの鍵か。フラメンコンだけ光ってると見えるやつね。ピク先生、ピク先生、見つかりました。ピク先生、あ、来た足腰がお強いようで。見つけましたよ。あ、鏡よ鏡。あ、違うな、奇妙だな、なぜこんなところに魔法の石を出現させたんだ。向こう側に行きそうじゃないこれ。奥に部屋があるのも変ですね、こりゃ私には見えあ、見えないんだ。またあの光、ポートキーの箱と同じ。やっぱ特別能力持ってるやろフラメンコ君。調べようか、どうやって。四角ボタン了解。吸い込まれるんちゃうんこれ。一体なんだあれ。岩ですね。ここはどこだ。あ、入ってきた、さっきの向こう側の部屋だ。目的は高鬼を起こす。何高鬼って、ゴブリンってこと。ああ、でも建物じゃないね、鍾乳洞の中のまあ遺跡って感じか。これちょっとゴリゴリ無視していい。ゴリゴリ無視していい。ちょっと、あああああ、これあれだ、これ知ってるぞ俺。あのゴブリンのさ、あの原作っていうか映画ではさ、ゴブリンのあの銀行か、銀行のあれだよね。ってことは高鬼ってまさしくゴブリンが、あ、いるわ、寝てるわ普通に。本当にそこじゃんこれ、銀行やん。え、もしかしてフラメンコくん自分の資材もう持ってたりする、こんばんは。やべ、うわー、魔法使いたかった、バチンつって。どうもおはようございます、やりましょうか、私が使いましょうか呪文、痛めつけましょうか。得意ですよ。ああ、起きちゃった、得意なのにな。オス、お仕事だよ。夢じゃないよな。うん、緊急ですが、どうもこんばんは。ああ、少々お待ちよ。何かご存知なのかな彼は。なんか知ってそうだね。お、知り合い？ようこそグリンゴッツ魔法銀行へ。グリンゴッツ魔法銀行、うわ、まさか自分で来れるとはな。合ってますかな。あ、対応力高いな、フィグ先生。はい、そうです。お持ちで？鍵？あ、持ってますよ。ポートキーでは？ありますよ。あ、持っていると思う。ちょっと待ってな。なるほど。ではこちらへ。何が入ってんだろう。え、俺もしかして一生裕福な感じで暮らせる？うわー、乗れるんだこれ、嬉しい。うわー、お先にどうぞ。でも結構終盤だったよな、牛町の騎士団とか
だったっけ出てきたのって。いや もうそれくらいか。でもそこら辺だよな、後半だった気がする。両手をトロッコから出さないように。わかりました。うわ嬉しい、これ乗れるんだ俺。行こうぜ。じゃあ12番の銀行、銀行じゃねえか、12番の金庫へ。おお、おおすげえ、うわすげえ。何百と。実際に12番嬉しすぎる。かなり奥の方でしてな。なるほどね。ここはロビーの真下あたりなので。はいはいはい。おい無駄な回転を挟んでいく。絶対いらないもんな。いいえ違います、うん。大きな富か力、あるいは富力名声。全部置いてきた。12番の金庫に。それは取りに行かなきゃ。息を吸ってください。はい、吸ってますよ、大丈夫。え、あ、ちょっと良くないな。水。あの滝で魔法を全て洗い流す。あ、なるほど。金管かと思ったけど。盗み落としの滝をご存知でしたか。そういうセキュリティ対策なんだ。金庫となります。なるほど。12番金庫は400年以上前にグリンゴッツが設置。でもこの前までさ、バイオサイトやってたからさ、なんか敵が横に出てくるんじゃないかって思っちゃうわ。あのチェーンソーマンが横に出てくるんじゃないかなって思っちゃうわ。はい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 。うわ真っ暗だ。本当に最悪って感じだね。12番金庫。誰だろうな。先生の奥さんが関与してるのかな。何番だ。12番です。12番だ。はい。とうとうこの日が来た。え、ご存知何か。生かすね、その勲章バッジ。頭と胸につけちゃって。いいね。なんかとてつもない、あれか、この奥さんが研究してた古代魔法とかの秘密が入ってんのかな。12番金庫先生とした。ゴブリン腕輪が光ってました。あら、あのポートキーの箱のようにか。よく見てんね。ドラゴンの首輪と同じでした。あら、どうされました。さっきのゴブリンが怖かったんだ。いやちょっとね、顔がいかつかったよね。うん、だって目もなんか充血しとったしな、うん、結構真っ赤だったよ目が。目薬あげた方がいいよ、さっきのゴブリンに。うわー特別感がすごすぎるな。え？到着です。大丈夫？これ敵の巣窟に来ちゃった？さては。え、でもこの案内人のゴブリン君は、ゴブリン君って言ったら失礼か。ゴブリンさん。人が来るのはいつ以来？お名前は？あなた。あの受付には。いや銀行家か。ゴブリンが座っていましたが。ちょっと名前欲しいなこの子に。その間誰も12番に。この子っつって明らかに年上なんだよな。今日が初めてです。ほりゃ！格上や。このゴブリン君も格上やったわ。くっそー遠いな俺が一発のデスイーターになるまでは。こちらです。どうも案内ありがとう。ありがとう、しべんだよ。ちょっと一旦周り見渡したいな。なんかあるし、宝箱あんじゃん。金だけ。余るしくないな。へいせい、怒られないのかな。シンプルにめっちゃ楽しいんだけど今、めっちゃ楽しんでるけどさ、どちゃくそ怒られるよ多分ね。よく怒られないな。こら狼藉者っつってすぐ多分連れてかれるよね。まあじゃあ入りますか。12番金庫、多分俺の見立てでは。ここでどうすればいいんでしょう。古代魔法とか入ってんじゃないの。君すまないな。12番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら、あれ扉を閉めろとの指示が。いやいやバカ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 、お前待って。あー行かれた、これ騙されてますわ。